どうも、シロです。今日からモンハンの実況を始めたいと思います。はい。よろしくお願いします。今回のクエストは、ギガレックス亜種。装備なんですけど、装備なんですけど、G級の装備は作れて、こんな感じです。ティガレックスが、アガマと胴体と、あとは、他はちょっと継ぎはぎなんですけど、G級の装備です。はい。雑魚敵がね、すごいうざかったね、今。クーラードリンクだね、砂漠だから。ちょっと、めっちゃ狙われてんじゃん。さすが G 級だね。痛いな、ダメージ。ちょっと早くクーラードリンクを飲ませてくれ。あ、乗ってるね。今回もというか、いつもなんですけど、G 級に来る人たちは、全部、ノラの方です。今回もノラの人たちと、ノラの人たちの部屋に入って、はい、参加してます。で基本私、ガーナスしか使わないので、ガーナス動画になると思います。もう何本か出してると思うんですけど、すべてガーナスです。亜種ってことはあれか、怒った時の方向が、すごい、うざいやつですね、これ。すごい久しぶりだな。昨日とかは、この、ノーマルのティガレックスが出てくるクエスト何回かね、チルッともらうんですよ、ノーラの人たちに。なので、装備がね、ティガレックス装備が2つ作れました。今の方向を止めるために、閃光玉投げたのか。基本、ティガレックスに閃光玉はね、金庫なんだよな。ノラの人がね、力つけちゃったな。私は盾持ちだからね。全然安全なんですが。なんで今閃光玉投げたの？ティガレックスに閃光玉って金庫だろう。まあ知らんのか？受け暴れるっていう。ことなんですが、まあ、モンハンやってる人はね、多分、ティガレックスに閃光玉って試したことあると思うんだけど。何なんだろうな。なんで閃光玉投げるんだろう。余計暴れると思うんだけど。ちょっと疲れてるね。さすがにGKの人たち4人で行くと早いんですよね。私は尻尾をとりあえず。尻尾担当としてはちょっと尻尾やらないといけない。あ、そうだ、今回初めてマイク使うので、今までの動画とかも全部喋ってなかったと思うんですけど、私基本尻尾をね、最初に切るんですよ。とりあえず。なので多分どの動画見てもほとんど尻尾切れるモンスターについては、多分最初尻尾に張り付いてると思うんですよね。今回も、はい、尻尾を切りたいと思います。ちょっとこれ位置が悪いなぁ。お、来た来た尻尾。バックか。ちょっとさ、もうちょっとフィールドの真ん中の方で戦ってくれたら尻尾がね、フィールド外に出ちゃうから。お、ナイスだ。まあ、ヒットね。遠いな尻尾。そろそろ切れるんじゃないか？よし、ナイス。やはりね、尻尾も新鮮なうちにね、取る。ダメージ食らってもね、私は取るよ。これ、尻尾。どうしようかな、そろそろ。あ、取れた。取りどこうか。あっちでなんかやってるし。ちょっとね、武器も、G 級なのかな？白ゲージの武器になったんですよ。でもまあ、属性ないんですけど、この武器は。なんで、いまいちね、ちょっと、ダメージどんで返ってるかわかんないんですけど。お、来るか？めっちゃ暴れてんな。お、ナイスじゃない？失敗か？失敗したね。とりあえず尻尾やったから、この後は顔かな？いっちゃったな。
あんまりグレート使わなかったから、ちょっと厨房はやめとこうかな。とっとと、テアレックス倒しに行きましょう。はい。まあね、今までの動画とかもね、何回か撮ったんですけど、ちょっとね、短絡したりとかしてたので、まあ今回はサクッと行きたいと思います。よいしょ。腕やった方がいいかな、こけるし。どうしようかな。まあ、どっちでもいいんですけど、顔もでも。よいしょ。流撃砲と、流撃砲。腕に当てたかったな。スタンをね、取りたかったな。あ、お疲れだね。まあ、腕はやってくれてるか。あ、壊れちゃったね。早かった。みんな狙ってたんかな、やっぱ。本当はね、腕をやりたいのね。どっち行こう。右か、左か。まだこれどっちも腕壊れてないよね。めっちゃ怒ってんね。そろそろしっかり腕狙ってかんと死んじゃうんじゃないか？よいしょ。しまった。あ、大丈夫か。ちょっと、しまったね。ナイスだ。誰か回復してくれたね。お、ナイス。ちょっとありがとうぐらいお礼しとこう。ね。俺大事だから。よいしょ。乗れないか。結構みんな、来たね。みんな、乗りたかったんだね。ちょっと。やっぱね、G級の装備でもう、痛いね、ダメージ。誰か攻撃なのかな？そんなこと言う、私も攻撃プラス2をつけてるけど、攻撃スキルって全然つけたことないからわかんないけど、あれかな、特定の範囲内にいるときに限り、まあ、グレートなり、回復薬なり使ったときに、一定の回復量が、みんなに与えられるっていうスキルなのかな。あんまりね、なんか、誰かを助けるようなスキルつけたことないからな。この装備も結構継ぎはぎだからな。これね、攻撃プラス2、ガード強化、探知。探知ってさ、イメージよくわかんないんだよね。まあ最初に、敵の位置がわかるっていうのは知ってるけど、それ以外なんか情報が、ペイント投げた時のなんか、情報が増えるだったかな、書いてあったような気がするんだけど、いまいちね、どういうことかわかんないんだよね。暴れてるね。来てる来てる。よいしょ。まあ、方向は全ガードですね。やっぱあれな、ガンダスの魅力の一つとしては、やっぱね、ほとんどの攻撃がね、ガードできるんですよ。まあ、今これ、ガード強化ついてるんで、レーザーでも、ガードできるんですよ。これは素晴らしい。すんげえ狭いところで戦ってんな。よいしょ。はい、方向もガード。ガード強化したらちょっとだけ、ダメージ食らうんだな。よっしゃ、私が乗ったぞ、これ。めっちゃ暴れてんだよ。大丈夫か？よし。頑張れ、頑張れ、頑張れ。怒るか。今だ、今だ、今。これ言ったやろ。よし。オッケー。いやー、素晴らしいね、みんな。ここぞとばかりに攻めてくね。すんげえ頭にさ、集中してんだけど。あ、ごめん。飛ばしちゃったわ。
なんかさ、名前、面白いね、龍介さんと龍介さんがいるの、これ。二人名前似すぎじゃない？ちょっと。微妙にあれだね、ダメージ入るね。もう一回乗りたいなぁ。いまいちね、この乗りがね、どういうものかね、分かってないんだよな。位置がさ、いいと乗れるのかな。なんか前作をね、そこまでしっかりやってないから、4の時かな？うん。4の時は180時間ぐらいしかやってなくて、上位にまあちょっと上がってやってたぐらいまでしか来てないので、まあ今回 4G はね、しっかりやっていきたいと思います。まあできればメラクエの一番最後のすごいまずいやつまでクリアしていきたいと思います。はい、どこ行った？こっちか。あれ、あ、こっちかいまいちフィールドがね、分かってないね。この奥か。ちょっとみんなについていこう。いた。やっぱあれだね、高級耳栓とか欲しいね。まあ、方向もさ、方向っていうか、さっきの入ってすぐの、吠えるやつもね、全部、まあ、ガードできるんだけど、ちょっとタイミングによってはね、うまくできなかったりするんで。もうさ、これティガリックス、あ、ちょ、いっちゃうんじゃないかな。なんかだいぶ、お疲れだね。これまだ腕壊せてないよね。みんな腕壊さんのかな？毎日ね、このノラの人たち、当たり外れが多くて、あ、足引きつってるわ。これ捕まえるかな？どこ飛んでっかな？上の方かな？フィールドの。こっちか。OK だ。よし、捕まえよう。やっぱ野良の人たちだから、あれ、コミュニケーションがね、毎日ね、できんのだよね。やっぱり。私はね、ここに罠を仕掛ける。みんなこれで刺してくれ。刺したか、これで。捕まえるぞ。来たぞ。よっしょ。オッケー。オッケーだ。はい、お疲れ様です。ちゃんとね、これしっかりと、みんなとコミュニケーションを取ってやらないと。あ、これホット公開中。持ってきてない。嘘だろ。マジか。もったいなかったね、今。やっぱね、GQ の、アイテムとかが、ちゅうちゅうあるから、せめてピッケルぐらいは持ってこないとね。お仕事しちゃったね。さすが、GQ の星2の人かな？だったので、まあ余裕でしたね。はい。お、最大。銀冠か。はい。それでは、また次回、白でした。